人様、ちょっと相談があるのですが。なんじゃ？撮影とか充電器やらカメラやらマイクやらの小物を入れるバッグが欲しいんですよね。なんじゃ、また経費の相談か。本当に金のかかるやつじゃの。バッグなぞドンキに売ってるリュックで十分じゃろうが。いえ、人様、僕は仕事効率を向上させるためショルダーバッグが欲しいのです。ショルダーバッグなど毎日同じ服を着てる貴様には10年早いわ。シャレ込みよって。貴様にはわしがこの前買ったユニクロの紙袋で十分じゃ。いえ、人様、これはニューウェーブの動画撮影効率向上のための提案です。私が撮影効率を上げることにより動画の更新頻度が2倍から3倍に上がり、それにより視聴者様の満足度が向上し、多くのチャンネル登録者の獲得に。以上の理由によりどうか私めにショルダーバッグの経費をいただけないでしょうか。相変わらずお主の説明が長すぎて何を言っているのかよくわからなかったが、まあわしも兄じゃない。それでお主の仕事効率が上がるのなら多少の金を恵んでやろう。ほら1万くれてやる。これでショルダーバッグでも何でも買ってこい。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。まったく本当に金のかかるひげメガネじゃ。この金はやつの給料から天秤じゃな。本当に調子のいいやつじゃ。もったく役にも立たない金食い飯が。てかあいつマジでケチだな。たった1万しかくれねえのかよ。さすがに30超えたらいいバッグ欲しいっちゅうのにね。本当に俺が欲しいのはこの革のショルダーバッグなのに。まあとりあえずいつもみたいにボートでお値引きするか。はい、やってまいりました。江戸セポネの欲しいカバンがあるバカお値引きしてみた。今回丸亀サンレースから今回ナイターですね、やっていきましょうと。1万円の軍資金でじゃあどこまでやれんのかいっていうところで、私でも一発目から行かせていただきましたよ。もう12,500円、もうやっぱ勝負ですよ。まあ、多少ねポケットマネーも出してる、それは認めるよ。でもねやっぱ欲しいものをと、あとこれが間違いないと思ったらやっぱねちょっと多少リスクを持ってでも勝負しに行かなくちゃいけないということで、1331の前15差しろの1差しろ5みたいな感じで返してもらいました。まあ当たればもうこれで一発ですよ。ちょっとね僕が欲しいやつね、だいたい3万ぐらい、4万いかないぐらいかだったんで、まあ3万ぐらいプラス出せばいいんで、もうこれ一発で仕留めるつもりです。もう見てください、視聴者の皆さん、これがねもうこの企画史上初の最速でお値引きを達成させたいと思います。さあ今スタート。やばくない？これもすでにやばいよ。ねえ、まくられてるじゃないの。てか3どちら？あ、もうこれ無理だ。ねえ、これはちょっとせちがらい世の中じゃない？何これ、41いける？あ、41にもならなそう。45でこれお高いんじゃないの。うわ、山内選手あそこまで遅れるかい。あでも45まあそこそこだね。まあそんな満州ではないけど。よしごろ、あはい、いきなりマイナススタートでございます。はい、ということで丸亀の4レースやってまいりました。てかね、軍資金1万は無理、殺生よこれ、世知辛い世の中。本当はね僕気持ちよくパーンって決めて、俺は一発で決めたぞーみたいな、もう最速動画目指すつもりだったんで、ちょっと多少ねあれよ、オーバーキルしちゃったんだけど金銭的な面で。まあというところで丸亀4レース、4軸で買いました。まあ1音全、全みたいな感じ。1全4。あと万が一の4頭もね、まくっちゃったら、まあモーターいい。まあやっぱり着順も取れてる。ただ F 持ちだっていうところでオッズがついてたと理由です。小寺選手。はい。まあ、なんとかなるでしょうと。そういえばさっきさ、丸亀って今度ボートレース甲子園やるんですけど、これね、英語、甲子園って英語に訳したら、なんか Japanese High School Baseball Championship なの。で、これね、ボートレース甲子園って英語でなんて言えばいいのってなった時に、Boat Race Baseball Championship の、Japanese High School Championship って言わなくちゃいけないのかなっていうことを考えていたら、今、スタートしました。3カード引いたけど、そんな言ってないね。これ、イン逃げじゃね？だったら14か104がいい。
あ、やばい、それはあかん。これはね、いや、コデラパイセン、コデラパイセンいいよ、悪くない。そこで先前すれば、いや角度厳しいな、角度厳しいな、ですよね。いやー、なんとかなんないっすか。3着までなんとかなんないっすか。1万の軍資金でも2万5000円使ってるんですよ。おかしな話ですよ、1万円までって決めたのにもうすでに2万5000円使ってるっていうのは。これもう野球だったらコールドゲームですからね、甲子園な。あー無理だ。ということで、大村の6レースですね。ちょっともう俺ボートの神様、いやもうね、ボートレース振興会から嫌われてんじゃねえかってね、思いたくなるぐらいまた外れ続けております。負けすぎよ。もうこれね、末期症状なんだけどさ、ボートレースやってる人の、負けが込んでくるとね、本線買い出すんだよね。今までの自分、過去の自分を捨てて。でもね、これは別に悪いことじゃないと俺は思ってる。過去の自分を捨てて、まあ、新しい道をね、進んでいこうとする。その姿勢がね、重要だと思ってますから、まあ、そういったね、自己肯定を含めた上での1342345と、私、江戸セポでも、イン逃げ買わせていただきました。まあ、先ほどのレースもね、ちょっと穴目買ったんですけれども、まあ、そろそろ来ていただけるでしょうというところで、まあ、1340ね、全じゃねえ、6は切った。当たってもそんなに大きくはない、それは重々理解している。ただね、当たりようのない船剣士なんてね、もうこのように存在していいのかって、 YouTube でね配信してる身として、はい行きました。これやばくない？めっちゃへこんでるけど、逃げれる？危ない、危なくない？それ逃げれてる？逃げれてるね。あっぶね、大村カメラマジック。いいんじゃない ?134 完璧よ、そこ。6が怖い、ちょっと。なんでさ、切ったやつっていつもさ、怖い位置にいるの？あ、これ危ないな。はい！あー、いいですね。いいですね。もうこれどっちでも当たりですよ。ただね、まあ当たったとてですよ。6は来ないで！6は来ない。ダメダメ。あのね、いいね。はい。はい、いいです。いいです。はい。あのね、もう多分これ当たりですよ。もうタムタムなんで、4号艇は。もう大丈夫です。タムタム大丈夫だよね。タムタム、マニワさんとタムタムだから絶対大丈夫だよね。地元とタムタムだよ。地元マニワ選手とタムタム、徳島の。え、大丈夫？タムタム？タムタム？タムタム、そこはダメだよ。ねえ、タムタム。どっち？どっち？タムタム。もうなんか、松田さんも、6の松田さんも結構、あ、よっしゃ、ちょっと、結果は、カメラ、俺このカメラ大嫌い。1着と2着と3着。あ、そう。まあ大丈夫だね。大丈夫だね。これはもう大丈夫でしょう。お願い、タムタム先に回って。先前。いいね。あっぶねー。余裕ぶっこいて、なんかいろいろ変なことはしゃべり尽くすところだった。あぶね。よし、134。はい、お団化し。いやー、行っちゃいけないとこまで来ましたね。大村の11レース、もうこれどんだけ使ったか正直私は覚えておりません。もう結構ね、今やばい。はい、そんな感じで、もう僕はね、もうたぎってますよ。みんなね、多分言いたいことはわかるよ。いや、お前最初から買えばよかったじゃんって普通に言って、ボートレースやるだけ時間の無駄だよ、お金の無駄だよって言いたいんだけど、いや、あのね、そこじゃないんだよね。時間とお金の無駄とかじゃなくて、もうこれはね、俺と俺の戦いなんだ。俺がこれはなんとかやっつけないといけないっていうね、もうミッションなんだよね。
まあなんか丸亀四レースあたりでもそのミッションがなんか勝手に自分の中で決めつけちゃったんだけど、生まれたんだけど、その感情が。いやもうだからね、これはもう後には引き返せないよ、バクトとして。もうやるからには徹底的にやったりましょうやと。もう俺はね、ここまで来たら絶対にもうやっつけないと気が済まないというところで、私の大好きな星英二パイセンを軸に交わしていただきました。お願いしますよ、お願いしますよ。1号系よ、1号系。はい、どうなる？ 5頭はちょっと無理だね。あー、1、4、5、全然面白くねー、全然面白くねー、全然面白くねー、つまんねー、超つまんねー、これ。はい、終了です。これがラストレースです。これさ、マジで俺この動画マジ撮んなきゃよかったな。なんでさ、俺さ、もともと買いたいの3万のバッグだったのね。なんで俺10万も今使ってるんだろうっていう。で、どうせこれ123で終わるやつでしょ。知ってるんだよ、知ってんだって。先に言っとく、ドラマなんか生まれないよ、ボートレースには。そんなもんはない。長年ギャンブルやってるとさ、こう一日の流れってあるじゃん。その大逆転みたいな、まあじゃあパチンコパチスロに例えましょうや。何？朝からうちに行って5、6万負けました。じゃあ最後ゴッド座って SGG 引いてゴッドゾロ引いてみたいなこと夢見るんだけど、そんなこと起こんないじゃん、大体。大体みんな負債を増やして終わるんだけど。でね、俺はもう30超えてきたけどね、未だに自分に言いたい。いつまで夢を貴様見てるんだと。もうそろそろ現実を見なさいよと。そりゃお前あれだぞ、結婚の一つや二つできないのも、そりゃ納得よ、夢見がちだよ。うん、いやもうダメだって、こういうことやっちゃ本当にさ。はい、もうどうせ、あーもうなんか変な4が出てるしさ、もうこれやめて、1、4とかやめて。そう、中村 5! 5いけ、1号よ、確か俺高めに入れた。頼む1号、全部まくれんだよこれ、全部まくれるように買ったんだ。確か1号は全部鬼高く入れた俺。1号よ、夢も希望もあるんです、お金が返ってきてますよ皆さん。今ですね、江戸セポで確かにお金が今手元に回っております。いやこれさ、いくらだったっけな、オッズ落ちてなかったらね、結構いいはずなのよ、結構いいはず。やばい、あもうやばいよ、今日一度脳汁が出ております。もうじゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ、いやもうゴッドゾロイ SGG あるんです。皆さん、ギャンブルは最後の最後まで、諦めないでください。夢というのは必ずね、最後まで諦めない人のもとに来るのです。俺今日絶対になんかね、こう色物系やんないって決めたんだよ。ずっとこうなんかさ、気持ち悪いトークばっかしてさ、ほんとたまにはちょっとさ、面白いトークの一つや二つで笑わせるよと思ったんだけども、今日ねそんな余裕はない。もうお金なくなってる人間にそんなね、そんなね余裕はないですよ。そう、中村愛してる、さすが、もう髪の毛長いやつ間違いないって。もう髪の毛長い人はね、ちゃんとね着順取んないと俺は許さない。もうロン毛の人はね、もう絶対にもうレンに絡まないと俺はもうね許さないと決めてるから。そんな、中村ありがとうありがとう、お金が入ってきた小田基準5-5-4 ダイナマイボートレース、最高だよボートレース。買っちゃった。いいじゃないの、いいね、レザーでいいじゃん。
人様、とてもいいバッグが購入できました。誠にありがとうございます。うむ、これでより一層動画の撮影と編集に勤しむのじゃぞ。だよ。貴様、また経費をボートに使ったな。え、使ってません。嘘つき。そもそも革のバッグが1万で買えるわけないじゃろ。わしを見くびるな。いやでも結果勝ったからいいじゃないですか。そういう問題じゃないわ。この経費横領プロがこそぞろ、貴様にはさらに地の獄に叩き落としてやるわ。勝ったのになんで。